こんにちは。武器屋の店主のフランです。この動画は字幕がありますので、各国の言語でお楽しみください。チャッス。私は勇者のゆうちゃんだよ。お姉さん、このゲームをやらないか？それは？風船次元爆弾。ダンジョンの宝箱でゲットしたアイテムさ。ダンジョンの宝箱には、いろいろなものが入っているわね。こいつはお題を決めて回し合い、風船次元爆弾が爆発した時に持っていた人が負けになるゲームだ。チークゲームね。ゆうちゃんの賢さを上げるにはいいかもしれないわ。これ以上私が賢くなったら完全にチートになってしまうよ。そんなことないでしょ。さて、今日は第一次大戦の塹壕戦で使われた主な手榴弾をまとめてみました。手榴弾か。手投げ式の爆弾ってことだな。英語ではグレネード、またはハンドグレネードと呼ばれる武器ですね。手投げ式、もしくは発射装置、ランチャーを使って飛ばしたりもします。爆発した時の爆風で攻撃するコンカッションと、爆発時に金属片などを飛ばして攻撃するフラグメンテーション、2つのタイプがあります。第一次大戦は、手榴弾が大活躍する戦いとなりました。塹壕での戦いに有効だったということなのか？そうね。第一次大戦では、国境を挟んで、隣同士のドイツとフランスがド派手に塹壕戦をしました。アルプス山脈からドーバー海峡まで何百キロも塹壕を掘って睨み合ったのです。ド派手すぎないか？兵士たちは穴に潜んで戦うわけですが、地上では敵軍がマシンガンを並べて狙いをつけています。うかつに頭を出せば蜂の巣にされてしまうわね。モグラ叩きってレベルじゃねえぞ。ですので、クロスボウや迫撃砲を使って手榴弾を敵の塹壕に投げ込む戦術が使われました。山なりの弾道を描いて、塹壕の中に放り込みます。上から手榴弾が降ってきたらビビるよね。これなら確かに効果が高い。ライフルグレネードといって、ライフルで発射する方式も取られました。リンゴ飴みたいなグレネードで、銃口に刺して発射します。いろいろ考えるな。また、塹壕の中を進んで敵と戦闘する機会が増えました。とても近い距離で戦うことになり、ライフルなどの長射程武器よりも、剣やナイフ、拳銃、棍棒など、接近専用の武器が活躍しました。そうなると、手投げ式の手榴弾でも十分に活躍できたわけだ。そういうことね。手で投げる場合、飛ばせる距離は10メートルから30メートルくらいでした。しかし、攻撃できる範囲が30メートルを超えるものもあったので、使用者は安全な場所を確保して投げる必要があります。間違えて自分や味方を攻撃するわけにはいかないね。手榴弾は大昔から存在していました。しかし、20世紀の初頭には、手榴弾は時代遅れの武器とみなされていたのです。そうだったの。この時代、大砲だけでなく、歩兵のライフルでさえ、何千メートル先まで届くようなパワーを持っていました。数十メートルしか飛ばせない、手投げ式の手榴弾に戦術的価値はないと考えられていたのね。なるほど、確かに。しかし、大きな転機がありました。日露戦争をきっかけに、手榴弾の価値が見直されたのです。塹壕に潜む敵に対し、手榴弾の有効性が明らかになりました。日本もロシアも手榴弾を作って戦ったのです。なんと、日露戦争がきっかけだったのか。日本では明治40年に壺型手榴弾という手榴弾を正式装備に採用しています。日露戦争での手榴弾の有効性を知った世界の軍隊は、早速開発に取り掛かったのです。そしてそのまま、第一次大戦に使用されるようになります。そういう流れだったんだね。手榴弾は、塹壕戦に参加した国で多くの種類が作られました。イギリス、フランス、ドイツ、アメリカが次々に新しいものを製造していきます。それぞれ国別で手榴弾を紹介していきましょう。まずはイギリスの手榴弾を紹介していきます。手榴弾にかけてはパイオニアというか、効果の高いグレネードを開発した最初の国家でもあります。日露戦争を見て、すぐに開発を始めたのかな？そのようです。イギリスの手榴弾といえば、なんといってもミルズボムですね。破片を拡散させて攻撃するフラグメンテーションボムです。これは、キングオブグレネードとも言うべき手榴弾で、1980年初頭まで、イギリス軍の標準的な装備でした。よく見かける形の爆弾だ。これはイギリスの発明だったんだね。そうです。ウィリアム・ミルズという人が発明したので、ミルズボムと言います。最初に作られたバージョンである、マーク1、ナンバー5が最初のミルズボムで、元祖パイナップルグレネードですね。1915年にイギリスの正式装備となって7500万個以上が作られました。映画とか漫画とか、あらゆるメディアで見かけるよ。よく口でピンを抜いているよね。実際にピンは相当硬いらしいので、歯が折れると言いますね。手で抜くのが基本です。次元信管を採用しており、ピンを抜いて7秒後に爆発する仕組みです。しかし、手榴弾の弱点として、投げた爆弾を投げ返されてしまうところがあります。ですので、当初7秒だったものは、第二次大戦時には4秒に改善して効果を高めました。なるほど。このパイナップルのような溝は、引っかかりを作って手で持ちやすい設計になっています。爆発した時に、必ずしも溝に沿って破裂するわけではありません。溝には持ちやすくするための役割があったのか。このミルズボムは、様々なバリエーションが作られ、非常に成功した手榴弾となりました。成功した手榴弾もあれば、失敗した手榴弾もあります。イギリスが1915年に開発したナンバー6、ナンバー7という手榴弾です。これは日露戦争後に作ったナンバー1の改良版でした。これはどういう手榴弾なんだ？紐を引っ張ると摩擦によって発火する仕組みです。しかし、このナンバー6というタイプは紐を引っ張るとすぐに爆発してしまうそうです。詳しい構造はわかりませんが、1人で操作するのが難しく、2人で操作しないと使えないという失敗兵器だったのです。ってことは、1人が紐を引っ張る人で、1人が投げる人ってことか。そのようです。2人用の手榴弾があったとはね。ナンバー6もナンバー7も、すぐに使われなくなったということですね。ミルズボムの他にも、実用性のある手榴弾がありました。ナンバー15、ボールグレネードという手榴弾です。見た目通りのまん丸の手榴弾で、これぞ爆弾って感じの見た目ですね。これは火をつけて投げる感じなのかな？そうね。点火装置を使って、導火線に火をつけます。5秒から9秒後に爆発する仕組みです。ミルズボムの生産が追いつかないとき、このナンバー15が代わりに使用されました。何十万という単位で製造され、活躍したのです。おう、結構な生産数の手榴弾だね。15を改良したナンバー16、オーバルグレネードと呼ばれたモデルもあります。これは火薬を減らして楕円形にしたものです。15よりは効果が高くなりましたが、15も16も導火線方式です。水分で導火線がしけってしまうと使えません。結局はミルズボムが使用されていくことになります。ミルズボムは水に濡れても大丈夫ってわけか。ミルズボムは雷管式といって、信管に衝撃を与えると爆発する仕組みです。安全で使いやすく、水に濡れても問題なく使えるのです。そいつは高性能だね。次はフランスの手榴弾を紹介します。フランスの主力となった手榴弾は F1 グレネードというものです。ミルズボムにそっくりじゃないですか。F1 は、1915年にフランスで開発され、1940年まで長く使用されました。合計で6000万個以上が製造されたということですね。ミルズボムに引けを取らないくらいの製造数だね。イギリスのミルズボムと同じく、1915年の5月に最初のものが作られました。形が似ていることに、お互いの技術の交流があったのか、影響を受けたのかは不明です。やはり、水を入れて持ちやすくしています。ふむふむ、パイナップル型だね。F1 は最初、ライターによる導火線着火方式を使っていました。しかし、前述の通り、導火線は湿気に弱くて使いにくいため、1916年には次元信管方式に変更されました。改良されていったわけか。この F1 グレネードは、破片をまき散らすフラグメンテーションです。フランス軍は F1 が溝に沿って砕けることを期待して設計しましたが、うまくいかなかったようです。なるほど。まあでも、6000万も作られたってことは効果が高かったんだね。そうね。この F1 グレネードは、アメリカやロシアでも使用されました。F1 を基礎として、アメリカやソ連で手榴弾が発展することになります。フランスが初期に使用した手榴弾に、B1 グレネードというものがありました。これは、洋梨の形をしているグレネードです。こいつはなんともラフランスな形をしているな。これも F1 と同じ時期に配備された手榴弾です。紐で縛ってありますが、紐を外すとレバーが跳ね上がって信管を叩きます。こんな貧弱な紐で大丈夫か？ポケットの中で紐が外れたらドカンじゃないですか。その通りです。誤爆が多く、実用性に欠ける部分がありました。しかし、まだ初期の頃の手榴弾で結構な数が製造されたようです。これを使えって言われても怖くて使いにくいな。フランスは思わぬアイデアでグレネードを進化させることになります。それが絵付きの手榴弾です。スティックタイプの手榴弾か。ドイツが最初に作ったのかと思ってた。実は、フランスが最初に考案しました。と言っても、正式装備ではなく、兵士が現場で作ったお手製の手榴弾です。手作り感が半端ないよ。その見た目から、ヘアブラシと呼ばれました。これを見たドイツとイギリスでは、絵付きのグレネードを開発します。先ほどは紹介していませんでしたが、イギリスではナンバー12というヘアブラシを開発しています。イギリスでもスティックグレネードを使っていたとはね。しかし、ミルズボムの完成度が高かったこともあり、イギリスでは標準的な装備にはならなかったようです。一方、ドイツでは主力兵器となります。ドイツで使用された手榴弾を紹介していきます。なんといっても主力となったのは、スティックグレネードです。1915年に採用された M15、通称、ポテトマッシャーと呼ばれた手榴弾です。間違えてジャガイモをマッシュしないように気をつけないとな。ドイツ人がジャガイモ好きだから、ポテトマッシャーになったのかな？ドイツ人が名付けたというより、イギリスの兵士がつけたあだ名ですね。そうなんだね。絵付きの利点の一つは、遠心力の効果で遠くに飛ばせる点です。だいたい30メートルを飛ばすことが可能でした。こう見えてミルズボムよりも軽く、携帯性の高い手榴弾なのよ。へえ、見た目以上に軽いんだね。他の利点としては、転がりにくいため、狙った場所を正確に攻撃できる点にありました。ミルズボムなどの丸型は、地面を転がってしまい、正確さに欠ける点があったのです。おう、そういう違いがあったのか。また、ミルズボムと違い、破片を飛ばして攻撃する手榴弾ではありません。ポテトマッシャーは、爆風でダメージを与えるコンカッションと呼ばれるタイプの手榴弾です。狭い場所や閉鎖された空間で効果を発揮します。一方で、平原などの広い場所ではダメージが低くなるという欠点もあります。なるほど、手榴弾も奥が深いな。M15 は改良が加えられて M16、17、24と進化していきます。第二次大戦までドイツ軍の主力武器の一つとして活躍していますね。ミルズボムと違って、雷回方式ではなく、導火線を使ったフリクション方式でした。これは、M24 の断面図ですが、柄の中の紐を引っ張ると、導火線に着火する仕組みです。点火してから 4.5 秒後に爆発する仕組みになっています。これは、水に濡れる心配はなかったのかな？第二次大戦まで使用されているので、その影響はあまりなかったのではないかと思います。確かに。また、束ねることによって、簡単に火力を上げることが可能でした。シンプルな火力アップ方法だな。即席で作って使うことができました。しかし、重くなってしまうので、遠くまで投げることができません。ハンマー投げみたいに飛ばせってことか。歩兵が装甲車両などと戦う場合、この武器が頻繁に使用されました。ドイツはスティックタイプだけでなく、普通の手榴弾も使っていました。これは M1915、亀型手榴弾です。変な形の爆弾だな。これは手裏剣みたいに飛んでいくんですかね？これは地面と接触した時に爆発する仕組みです。星のような形でいくつか突起が飛び出していますが、それが起爆装置です。ここに何かがぶつからないと爆発しませんね。ってことは、フリソビーみたいに腹ばいに着地したら爆発しないってことか。そういうことね。起爆しやすいように突起がいくつも飛び出しています。どこから落ちても起爆しやすいようになってるわけか。安全ピンを抜いて投げますが、どちらかというと、縦に投げた方が起爆しやすい仕組みになっていますね。でもこれ、起爆に失敗したら投げ返されるね。それから、こちらは M1913 という手榴弾です。形も仕組みもミルズボムに似ています。ピンを抜くと5秒後に爆発する設計ね。これはドイツの主力兵器にならなかったのか。ある程度の数が生産されましたが、結局はスティックグレネードが主流となりました。M1913 は重さが1キロほどあり、15メートルほど投げることができます。絵付きの M24 が600グラムですので、重さの点で採用されなかったのかもしれません。なるほど、1キロを投げるって、普通に肩を壊しそうだよ。ちょっとした砲丸投げだね。次はロシアの手榴弾です。M1914 というスティックタイプの手榴弾ですね。名前の通り、1914年に登場しました。ドイツのものと似ていますが、仕組みはだいぶ違います。同じようなものにしか見えんのだがな。ポテトマッシャーと違い、攻撃タイプがフラグメンテーションなので、爆発すると破片が飛びます。また、起爆が雷管方式で、柄のところのレバーが飛び出すと、信管を叩いて4秒後くらいに爆発します。レバーが飛び出さないようにリングで溜めているので、投げるときは外れるようにして投げるのです。これって、フランスの紐で留めてある洋梨爆弾と似たような感じだね。これもリングが外れちゃうと爆発しちゃうんだよね。そうです。どの程度安全性があるのかはわかりませんね。しかし、このタイプの手榴弾は、ロシア、ソ連を通して第二次大戦まで使用されています。ふーむ、実用性はあったということか。最後に、アメリカの手榴弾を見ていきます。これは、アメリカで1917年に作られたマーク1という手榴弾です。マーク1は失敗兵器です。アメリカが第一次大戦に参戦したのは、1917年と遅く、ろくな手榴弾がありませんでした。なんと、見た目こそミルズボムに似ており、性能が高そうな感じがしますが、点火に失敗することが多く、拾った敵に正しく点火されて投げ返されるパターンが頻繁に起こったのです。それはかなり厄介だね。不発ならまだしも、カウンターを取られてしまうとは。マーク1は早々に引退しました。ですので、アメリカは、イギリスやフランスのミルズボムや F1 を使うことが多かったのです。その間に、新たな手榴弾、マーク2を開発していました。しかし、マーク2が完成したのが1918年でした。1918年って、もう戦いが終わりなのでは？そうね。マーク2は終戦までに間に合いませんでした。1920年に正式装備となって、その後の戦いで活躍することになります。第一次大戦で使われたアメリカの手榴弾は失敗作だけだったということか。不器用なお姉さん。以上は、第一次大戦の塹壕戦で使用された主な手榴弾です。投げて爆発するだけの武器なのに、いろんな種類があるんだな。一口に手榴弾といっても、状況に応じていろいろ使い分ける必要があるね。そうですね。第一次大戦は、大規模な塹壕戦で、どこの国も想定していなかった戦闘になりました。これまでは、射程距離に頼った武器が主流だったのに対し、近距離専用の武器の必要性が問われたのです。今までの常識が覆されたということか。塹壕戦を経験した国家は、狭い場所で戦える武器の重要性を理解することができました。第二次大戦になると、日本とアメリカが戦いますが、この塹壕戦の経験値の差が陸上戦闘でも出てしまう結果となります。なるほどな。武器っていうのは、机上の計算よりも、実際に使ってみないとわからないっていう奥深さがあるんだな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。